市職員は市民に奉仕する立場だが、中には過剰な要求をする困った市民がいる。その中でも悩みの種なのが清水氏。もう10年近くも障害者の息子の施設への送迎を教員がやらされている。清水さん、もう勘弁してください。教員は他にも仕事がありますし、ご自分で何とかしていただけませんか。なんや、ほんなら障害者を差別するんかいな。人権侵害やろ。三重県津市は人権を大切にする町だ。人権が尊重される津市を作る条例もある。だからそう言われてしまうと言い返せなかった。しかしそんな清水氏にも弱みがあった。何かにつけ童話という癖があったのだ。ある時、清水氏が市役所内の通路を歩いている時、大井町の自治会長の吉田氏とすれ違った時に、わざと聞こえるように童話のもんがと発言したのだ。正直、これは市職員にとっては挽回のチャンスだった。2014年11月18日、清水氏が津市役所の教育長室に呼び出された。その場には教育長と複数の市職員のほか、大井町の隣の相生町の自治会長、田辺哲司氏とその仲間がいた。どう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 のこと言うだろ、お前。お？ブラフとか言わへんだか？どうで誰に言うどうのじゃねえ、聞いとるじゃん、これ。あ、俺も童話の人間やけど、吉田直美ちゃんとこ身内なんやわ。だいたいな、タグったらだいたい身内になんねえわ。清水氏はその場で土下座させられ、市役所へは出入り禁止となった。きっちりお前頭こすりつけて謝るよ、これ。ちぎれるぐらいこすりつけとく、ボケ。田辺さんのおかげで厄介なクレーマーを排除できた。そう思っていたが、本当の地獄はここからだった。清水氏を排除した一件で、津市職員は田辺氏に仮を作ったことになる。誰も田辺氏には頭が上がらなくなった。津市には人権担当理事という役職がある。何の仕事をする役職なのかよくわからないが、漠然と童話地区に奉仕する役職というのが職員の間での認識だった。今日は田辺会長の誕生会ということで、皆さん集まっていただきありがとうございます。そしてジャズの皆さん、お手伝いいただいている皆さんには感謝申し上げます。津市には大門という繁華街がある。田辺氏はそこに実質的に経営する店を持っていた。幹部会、誰かの誕生会と何か理由をつけて、毎月のようにその店で市職員が集まる宴会が行われた。とは言っても市職員には何も楽しいことはない。毎回5000円から2万5000円の会費を払わされた。出される食事も飲み物の他はポテトチップス程度のものだった。それどころか市職員が店の手伝いをさせられることもあった。いやー、もう田辺さんの会には私はもう参加したくないですから。そのように反発する職員もいた。そのような職員は後で人権担当理事を通じて田辺氏に呼び出された。そして理不尽にも店に対する営業妨害だと言いがかりをつけられるのだった。差別するのか、俺。田辺氏に逆らう職員は土下座させられ、丸刈りにされることもあった。田辺氏の店での宴会に市職員を招集するのは人権担当理事の仕事だった。これは職務中に行われていた。人権担当理事といえばこんなこともあった。田辺氏は相生町で公共事業があれば業者に挨拶に来させマージンを受け取っていた。ある時それを拒否した業者を呼び出した。あの、すみません、あの人権の部分で会長からあの申し出がありましたのは、まあ、あの工事関係のことでいろいろこうお話をしとる中で、あの、まあ、あの相生町さんというあの特定の地域をあの名指しで、もうそちらの工事はこれからあのしませんということをあの、まあ、業者さんがお申し出になったと。その言われた方の真意とで受け取る側があるんですけども、やっぱり人権の立場から言うと、まあ、あの
言われた方っていうのはやっぱり地域特定をして言うとやっぱりこれ差別事象になってきますね。田辺氏の巧妙なところは自分から言わずに相手に言わせること、そして公を巻き込むこと。ただな、その社長が言う誠意とかさ、解決方法でやっぱりお金ってなるとさ、はい、うちがそのここらもみんなもそうやけどさ、取ったんかさ、なあのそれであれしたんかとか思われるのもうちはあんまり可能な社長、はい、一番いいのは、はい、お互いに一番いいのは、うん、交渉人役割というのが一番いいさ。人権担当理事の差別認定を背景に交渉役場も巻き込み、田辺氏は業者から慰謝料を得た。田辺氏の理不尽な行為は市職員だけでなく市議会議員にも及んだ。例えば桂三発議員が田辺氏の店に呼ばれた時のこと。あいつはペラペラペラでペラペラペラで気に入らんのやわ。いや、ペラペラペラでもええんとちゃう、そんなの自由やに。何かにつけて田辺氏に反抗的だった桂議員は田辺氏に土下座させられ、所属会派を追われ、その後も嫌がらせのターゲットにされた。おい桂、お前税金運ぶの市民に対してお前手取っとるろ。発言取るよな。どうだどうだ。おい議長、議長、おい黙っとるか黙っとるか、どういう発言よ。これ説明せえ桂。おい傍聴人に申し上げます。正式にお願いします。他にこんなこともあった。安住睦美議員が田辺氏が関係するフードバンク事業についての質問をしようとしたところ、おい俺らが何か悪いことしたんか。安住さん、会長に謝ってください。え、どうして私が。実はフードバンク事業について田辺氏にはやましいところがあった。困っている人に配るためと言って集めた食材を自分の店で使っていると噂になっていた。それは噂に過ぎないが確実にアウトなこともあった。フードバンク設立の手続きは職務中に市職員にやらせ、市の施設を勝手に倉庫として使っていた。安住議員はそのことを追及するつもりはなく、善意でフードバンクの活動についての説明を求めただけだが、田辺氏が勝手に勘違いしたのだった。課長、この環境パトロールという事業ですけど、年間約1000万ってありえなくないですか。資源ゴミの持ち去り防止と言いますけど、資源ゴミの売却収益が吹き飛んでしまう額ですよ。言いたいことはわかるけど、これは田辺さんの案件だから。あ、環境パトロールは毎月80万円程度で愛生町と周辺地域のゴミ集積所に置かれた資源ゴミの持ち去り防止のためにパトロールする事業だ。費用対効果に見合わないだけでなく、そもそも市が委託した通りに事業がされていたかも疑わしかった。後に市職員がパトロールをさせられたこともあったと分かっている。形式的には愛生町自治会に委託した形になっていたが、事実上は田辺氏個人の収益になっており、愛生町自治会の収支報告書にも収益の記載がないといういい加減なものだった。課長、自治会のゴミ集積所の補助金の申請ですが、これはダメでしょ。こんなゴミ箱が50万円ってありえませんよ。自治会名見てみ。あ、これだけではなかった。自治会が設置する街灯、集会所の修繕に対してもデタラメな金額の補助金が支出されていた。市職員は田辺氏に恐怖し、もはや逆らうことができなくなっていた。おい、あそこの掲示板きれいにしといてくれへんか。はい。無論この掲示板についても市から補修費が補助された。費用などかかっていないのだが、田辺氏は税金で働いている市の職員をまさに私物化するようになっていた。ここまで来ると田辺氏のことは津市でも広まり始めていた。そして神奈川県人権啓発センターに一通の投書が届いた。さて、
神奈川県人権啓発センターの YouTube を拝見させていただいています。我が津市にも童話地区は数多くあり、一部の童話部落では無理難題や行政や市会議員を下僕のように扱う輩も見受けられます。その中でも津市相生自治会田辺会長の振る舞いは目に余るものがあり、一部の市議会議員や副市長を筆頭とした幹部職員を手なずけ、公金の搾取はおろか市職員の人事はもちろんのこと、市議会の議長副議長人事にまで影響を及ぼしています。2020年9月21日以降、神奈川県人権啓発センターチャンネルと自転車サイトにおいて分かる限りの経緯を報じた。それを受けて10月12日に津市で臨時幹部会議が開かれ、市長から一連の疑惑について調査が指示された。この後に及んでも地元メディアはこの事件についてほぼ沈黙していたが、市議会で質問が相次ぎ、12月23日に百条委員会の設置に至るまで次第に伊勢新聞や中日新聞が事件のことを報じ始めた。翌年2月24日、ついに田辺哲司らが詐欺容疑で逮捕された。5月19日には松下哲也元人権担当理事も詐欺容疑で逮捕された。いずれも後に執行猶予付きの有罪判決が確定した。田辺氏が逮捕されたことで、この異常な事件はようやく全国ニュースとしても報じられた。しかし、そう、この手のニュースはカズレーザーさ、その背景のことを詳しく言えないニュースっていうのがあるんだ。だから詳しいことを知りたい方は残念ながらネットで自分で検索していただくしかないんですよね。すべて背景を調べていったら、まあ、とんでもない話が出てくるのかも分かりませんけども、背景がニュースにできないこともあるっていうようですけど。では続いてお天気です。天達。